スクエアエニックスチャンネル鳥しのデリバリーはあのエリアがすごく、ね、あの限られているらしくて僕の友達に教えてあげたらうちはエリアじゃなかったよっつってちょっと怒られましたあどうもすいません安本博己です <laughs> <laughs> いや最近取り押しのデリバリーがねうちのポストにポスティングされていましてため試しに頼んでみたんですけどあの手羽先が家で食えるってのはいいですね あの手間先か何か入ってるんじゃないかっていうぐらい自分がおかしくなったんじゃないかっていうぐらいビールが進むからすごい困るんですけれどもはいそんなまあねまさにそういうことを言う人は中年ですわ僕つまり中年ってことなんですけどそんな中年が嬉しい企画あの懐かしいゲームレトロゲームレゲエ特集ってのをちょろっとやったんですが割とあのいろいろ反響がございましてちょっと今日そのメールを頭で読もうかなと思います、えー、でもこれちょっと僕らのそれこそ30代から40代前半ぐらいのファミコン世代が一番反応するかなと思いきや えーとモッティさんからのメール僕は中学生ですけどレゲエ特にファミコンが大好きです最近友達と友達もやってるってことですね友達と魔界村クリアを目指して頑張っていますもうこれはねやった人わかると思うんですけど相当骨太なゲームですからね一面で何だったら知りますからね でもあの魔界村だけあってなかなか進めず第4ステージで止まっていますそこでお聞きしたいのですが安本さんの考える思考の難芸難し芸を教えてくださいということなんですがこれ僕はとりあえずバンゲリングベイってまず最初に思いついたんですよねなんでかっていうとクリアっていいう認識がないんですよ自分がどこまで進んだかもわからないし途中から僕は何をしてるのかもわからなくなってくるっていうゲームで なんか背景の色が変わったからこれ進んだんだよなぐらいの感じででも、進んでるんだか自分が何,を何のために戦っているのかが分からなくなるというね恐ろしいゲームですけれどもでさっきスタッフに何人かに難しいゲームって言われたら何を思いつくって聞いたらあの何人かはスペランカーって言ってましたね確かにあの下り坂でジャンプしたら死ぬとかなんか7センチぐらいの段差降りたら死ぬとか <laughs>。 コウモリのフン当たって死ぬとか多分すごく病弱ですあの何ですかね色々いろいろと改造を施す前のアダム・ジェンセンよりも病弱です <laughs> あとはなんだトランスフォーマーコンボイの謎って声もありましたこれはあの何てうんですかね難しいというよりも仕様とかこれスタッフ気付かなかったのかなっていうところなんですけどさっきの意見が面白かったのが背景が壁の色が白い時に 敵の弾が白いんですよ <laughs> それで完全に一体化して見えないっていう <laughs> どないせいっちゅうねんっていうシーンがあったりするっていうこれも難芸といえば難芸ですねで今あのね「魔界村」ってこのモティさん言ってますけどアプリとかでも結構昔のゲームが出てたりもするしそういうことでまあ言ったけどバーチャルコンソールあの Wii のコンソールだったりあの。 PS ストアで昔のゲームがあったりとかいろいろありますので古いゲームどん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 興味持ったらあの今結構お気楽に手が出せる状況になってると思うんで皆さんぜひやってみてくださいあのアイデ,ィア,がア,イディアだけで勝負してるゲームとかも結構あるんで相当面白いですなるほどこれがあのゲームの原点なのかなとかいろんなもの見えたりするんでぜひ遊んでみてください ということで、まあ、レゲエのお話をちょろっとしましたがこの番組はですねスクエアエニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組なんですスクエアエニックスチャンネル略してスケニちゃんなんです今回はまたまたレゲエのお話でございます今回は音楽ゲーム音ゲーの歴史を振り返りつつだが音ゲーって言ったらあのあんまレゲエの印象ないかもしれないですけど気づいてみればもう結構な時間経ってるんですよねビートマニアであったり ああいうみんなでゲームセンターで一番最初やったかなああいうのからもだしてパラッパラッパッともそうですし実は結構時間経ってるんでまあ、古いといえば古いからレゲエといってもいいんじゃないかな、えー、音ゲーの歴史を振り返りつつスクエにが発売する話題のシアターリズムアクション「シアトリズムファイナルファンタジー」を紹介しますそそそそう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 今日がこれ2月9日配信ですがこれ来週ですね16日発売なので。 まあ体験版とかもいろいろありますので皆さんやってくださってるかもしれませんがこれになぞらえてちょっとおと女の歴史を振り返ってみようかなと思いますそして西のコーナーはなんと本当にどうやらですね「ファイナルファンタジーのモーグリ」こいつを表現したキャラ弁を本当作ったみたいです僕まだ見てないですなんか先ほどなんか動画の方撮ったのかな、えー、後で見てこれあの立ち位置的に食べるのは僕なんですかね美味しかったら食べます美味しくなかったら あんまり食べたくないちょそれぐらいのわがまま許してほしいんですけれども <laughs> まあとりあえず後で見てみますというわけで今回のスクエアニックスチャンネルも最後までよろしくこの番組はスクエアニックスの提供でお送りしますスクエアニックスチャンネルインフルエンザになんか負けないぞスクエニちゃんです、えー、今回の日替わりアシスタントは アシスタントちゃんの池田優子ですはいどうも池田さんでございますよはいよろしくお願いします有川選手もインフルエンザから何とか復活してほしいものですねそうですね復活したのかな大変だったみたいででもまあ皆さんまだまだ風邪など分々ぶ流行っておりますので手洗いうがいはバッチリしてくださいねはい。そう健康にも優しい番組なんですよこの番組は私昨日ほとんど寝なかったんですけど健康に優しいっつってるとこだろうが今よなんかもうダメなんですよね今日テンションがどうして寝なかったのか理由を述べよ ちょっと、あの、か仕事昨日終わるの遅くて。で、その後、また、いろいろやんなきゃいけないこともありまして。で、今朝もちょっと早かったんですよ。そしたら、ほとんど寝れなくて、ちょっとなんか、ダメなんですけど、テンションが。お、ちょっと待ってくれ、一回落ち着いてもらっていいかな。あの、な、な、な、か、帰る?。帰りません、お仕事はやります。アシスタント不在でも、頑張ってみせるよ。お仕事を取らないでください。 じゃあ一緒に頑張っていきたいと思います、はい、さて来週木曜2月16日にスクエアエニックスから期待のシアターリズムアクションいわゆる音楽ゲーム任天堂 3DS 用ソフトシアターリズムファイナルファンタジーが発売されます、はい、今回はこのソフトを紹介しますがその前に音ゲーの歴史を振り返ってみようじゃないかということでいいですか、はい、こちらの方やっていきたいと思います、はい、2012年レゲエの旅 音ゲーの歴史随分壮大な音楽で今回も始まりましたが音ゲーでございます前回は1983年のゲーム業界を振り返りましたが今回は音楽ゲーム通称音ゲーでございます あれ、なんか、この番組もう変わるんですか。レゲエの番組に変わります。違いますよ。そういうことはないですよ。いろんなゲーム全体とか、はいはい、漫画全体とか、すべてをやっていく、しかも健康に優しい。健康に優しい番組ですから。半分徹夜明のアシスタントとかいない番組ですよ。すいません。すみません。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫か。けたけた、ずっと笑ってるけど、大丈夫か。<laughs> 最後まで持つか、それで <laughs> いける。なん,なんとか、なんとか。逆に、逆になんか今、今芋焼酎とか飲む。<laughs> <laughs> いいんですか。<laughs> まあそういういことで今日は音ーをやっていきたいですが、はい、はいはいはい音ーっていうとうあの i g さんたちもね若い人とかはいえやったことあると思うそうですね結構ゲームセンターでポップンミュージックとかやったでしょもうポップン世代でしたポップン世代すごいすごかったですね私の時にまあポップンみんなでポップンしたはいもう中学生ぐらいの時ですかねうんでもそうだよねはいすっごい流行ってましたポップンミュージック

なんか今自分の年を思い出してゾッとしました。<laughs> <laughs> <laughs> そんな年取ってたんだっていう。大江さん、じゃあそれとあの俺たちはもうなんかもうなんか化石みたいなもんになっちゃうからさ、<laughs> あまりいじめないでほしいんだけども、まあでもそういうわけで、はい、もっともっとおゲームと音楽がなんつうんですかね、シンクロしたっつうか結びついたっていうのは。うん 聴くだけの音楽から自分でいじる音楽になったってのは、のは実はどの辺なんだろうってうのをみんなで考えてみたんですね、はい、で、まあ、僕の手元にざっとした資料があるんですがはい、はい、こちら1986年のの挑戦状こ <laughs> これれははっってて言いいかななファミコンなんですかねカラオケがあってそのカラオケを歌う時に3回続けて「うまい」って言われなきゃいけないのね。 それがツーファミコンって2プレイヤーのコントローラーにマイクがなぜかついてたのついてますよね私そうそうあれの使い道がずっと不明,だ不明で気になってたんですよ、うん、でこれで使うんですねここ,ここでは使ったんだけど果たしてこれが本当にカラオケとして成立してるのかしてないのかがいまだに俺は分からないえを何を持ってしてるうまいなのかがねピンとこないまま3回連続うまいとか言われるわけですよ結構ジャッジが曖昧な感じなんですね曖昧というかもう基準があんだかないんだかみたいな <laughs> <laughs> うんうんですか まあ,音ゲまあ音楽を使うって見るとここがもしかしたら古いんじゃないかなっつってみんなでこれをチョイスしました、はい、これも音ゲーに入るんですねまあ入れてみればですよあ<ー>まあ言うたらこういうことあったよねって今僕と同じぐらいの世代の人たちはみんな「あったあった」って言,う、はい、言ってると思うんですけどそれだけのために <laughs> あとさっきちょろって言いましたけどバ、はい、ンゲリングベイの話さっきしたんですけどそういうゲームが昔あったんですよバ、はい、ンゲリングベイも2プレイヤーのコントローラーを使うとなんかいっぱい戦闘機が来るっていうえそれもマイクを使うんですか ってて書いてありますけど、はい、別にハンドソンじゃなくてわーでも来ました、ね。<laughs> そこはやっぱりちょっと、まあ、時代を感じます、ね、曖昧な感じでしたね。<laughs> そして1987年これ僕淡い記憶で全然自分自身はやった記憶あんまないんだよな<お>人が思ってたんだっけな。 いきなりミュージシャンっていうゲームがあって、はい、それ曲を選んで画面に表示されたカーソルを移動させながら鍵盤を押すゲーム二<ー>人でもデュエット可能でもこれはあの、まあ、今がゲーム画面ざっくりありますけれども、はい、まさにこう鍵盤をピッポピッポ押していくんですねこれ結構今の音ゲーの原型ですねそう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 ,そうでも鍵盤の数見て「<laughs> <laughs> <laughs> めちゃぶりにも程があるんだろう」っていう数があるわけですよこれ,これゲームにしては気楽にできない感じですよねビートマニアで、えー、っと最初が5個かなその後七7個かなはい、はい でポップミュージックではなんか何時個ぐらいあんのかあれ結構増えましたね,ねでも <laughs> こ,<れ>この圧倒的な鍵盤の数見えてですから 2>, <laughs> 2人で出たら2プレーだと多分このカーソルが2個あるのから僕これはあんまり自分自身でも記憶なくて<ー>ちょっと悔しいから何とかして遊んでみたいんですけれどもこれはでも音ゲーらしいじゃないですかそうですね、うん、いわゆる認識としてしやすいですよねその同じく1987年に「ドレミッコ」ってのがコナミから出ていまして、はい、これはキーボードをファミコンにつなげて作曲ができると作曲ができる 結構作る,作る系のっていうのがファミコンってあんまり認識されてないんですけど、はい、実はファミリーベーシックっていうキーボードがあったりとかで、はい、それでちょっとしたプログラム打てて、はい、ちょっとしたゲームは実は自分たちで作れたりもしたんですよ。 流行り始めていた陶器なのかな。これ今で言ったら、初音ミクとかに近い感じなんですかね。まあ、あれはなんかアップロードとか、いろいろ、まあ、できるし、著作権フリーっていう言葉がみんなが認識したりし,、はい、して。今とだいぶ状況が違うけど、うん、でも、お気楽に家で作れるっていう意味では、そうかもしれないね。これはでも、発表する場ってあったのかな。<laughs> どめいっこは、僕もあんまりそこまで掘り下げてないですわ。 これも悔しいから掘り下げたいけどこのキーボード手に入んのかな <laughs> いや手に入っても相当高そうですね,ね今だとなんかこれちょっと遊んだことある人のちょっとメールを待っています持ってますっていう方がいたらそう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 で,でもこの後スーパーファミコンとかいろんなものを挟むんだけれども、はい、一番音楽が分かりやすくなったってのはやっぱりプレイステーションからじゃないかなはいはいはいあのセガサターンプレイステーションで CD ロムがあの俗に、ね、普通にプレイステーションで音楽がきた聞けたわけですよそうです 綺麗に聴けるものでゲームができるようになってからが本領発揮みたいなところがあって、はい、まあ千九百九十六年もう結構そんな前なの。そんな前なんですか。これめっちゃ音楽が綺麗だったんだよな。それですげえ覚えてくるけどパラッパラッパですよ。はいはい。こ,私これならもうすごい自分では持ってなくて友達んちでめっちゃやってました。あの玉ねぎのペパペロのおっさんとかが、はい、キックパンチキックパンチ可愛い,いんですよねキャラクターも全部。<laughs> そう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 。えー、パラッパもそんな前だってさ。そん,そんな前だってさ怖。怖い怖い怖い。十。 16年前16年前えっ、ー、俺だ大学生か大学あでもそうかそう大学の時だよ多分プレステが猛威を振るってたら、はい、大学の時だもんうわーでもめっちゃ友達ん家でずーっと鉄拳をやるとかそ,そんな生活してた <laughs> これでダビスタが出ちゃっても俺の大学がもうダメになっちゃった <laughs> 卒業が危うくなった <laughs> 辛い思い出をほじくり返してしまいましたこのプレステっていうのがやっぱ状況を一気に変えたよね家庭用のゲームでできる範囲が一気に広がったしでそれで、まあ、こうやってオートゲートしてパラッパラッパがあったよと、はい、そして今のはまあソ,ニーソニーさんですねあのプレステですから、はい、今度はあのセガさんの方でございます年ドリームキャスト そして2002年に、まあ、プレステ2でも発売されましたがこれはねもう超良作です超名作で俺大好きでした「スペースチャンネル5」これはもう作り込みなんて世界観がもう馬鹿げてるんですねんうん、うん、でなんてつうんですかねツッコみどころがありつつのなんかシュールな笑いみたいな感じで、はい、なんか視聴率視聴率って騒ぎまくる上司がいたりとか <laughs> それが内海さんなんですけど。<laughs> あとはすげーイケメンでめっちゃいい声の速水さんがめっちゃチュッチュッチュッチュ投げキスをしてくるとか声優さんとしてもなかなかね相当脂っこい<あ>面白いところが出てるんですよねすごいなんか私はおしゃれなイメージを持ってましたねそんなおしゃれな感じがするけどバカバカしかったし主人公の女の子が何でもかんでも大変っつって適当に首を突っ込むって <laughs> <laughs> あと何だっけスペース日本人だっけななんかひたすらカメラで写真を撮り続けるスペース日本人が宇宙人に絡まれてるとか <laughs>。 な,んかなかなかのねとんでも設定でこれは面白かったっすねただ何でもかんでも踊りで勝負よっていうっていうねであの曲もすごいインパクトが強かったし今よくテレビのバラエティでもしょっちゅうあの曲いまだに使われてるけど俺あれその着歌とか着メロディ着メロか当時はにして携帯のためには携帯が鳴りゃそれが鳴るとかしてます、ね、相当好きだったんですね結構やったこれはめっちゃくちゃやった。 そして、はい、まあ、この番組、スキュアエニックスの番組でございますよ。はい、実はですね、スキュアエニックスもちゃんと音ゲーを出してまして、これも結構売れて、<お>僕は、楽しかったですね、これも。1998年に、バスタームーブ。これもね、まあ、でも、キャラクターがね、キャラ立ちしてるゲームっつうかね、うん、なんつうのかな、まあ。ダンスバトルっていうか、なんつうんだろう、バトルっぽいところもあったりして。はい,は,いはい、はい、はい。これも音ゲー、ばっちり音ゲーです、だから、結構音ゲーってのを。 ああんままりスクエニの印象ななかかっった人人いいいいるるもしれれそううですすねバターブーブムてて言われてあーって思思結構いると思います僕もだからね若かりし頃、まあ、この頃はもう大学とか出てりゃさ大学の時とかだったらもうどの会社が何を作ってるかっていうのは覚えてるんだけど小学校の時ってどの会社が何を出したかって結構知らないまま<あ>そりゃそ,そうですよねで今そういうことで高校生だったりする人たちってのは言われて、はい、あああれ救えニだったんだって思う人結構いると思うおー音ーで一番やったのって何例えば私な…あ でもあれですね太鼓の達人はめっちゃ好きですけあはい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 あれすげえ床置きでやるとさ下の人に絶対迷惑かかるよな,なす,すごいだからあんまり家でそれをやるなって母親がすごい怒ってたイメージ座布団敷いてその上にあの箱、あの太鼓入れる箱を置いてその上にのせて <laughs> いい高さにしてやってた俺箱の上に太鼓置くっていうの私もやってましたそれで,でも、その箱のめっちゃ音がワーンって響くんだよな <laughs> 高さがやっぱり欲しいので、うん、の多分ではまだ実家にあるんじゃねえかな <laughs> うちもありますね、うん、まだっていうか多分普通に養成所の時に買った気がするから実家にあると思うな、うん、まあでもそうですよそれってのはまさにスタートはゲームセンターですはいはい音ゲーがゲームセンターに,行った、ね、にバリバリにあり始めたっていう認識があるのはやっぱりビートマニアかなとうんビーマニシリーズというかはいはいはい これは年だから意外にあれがですねあのパラッパラッパってことはそんなに違わないんですね1年ぐらいのずれですかだからやっぱりこの辺ってちょっとした音ゲーブームだったんですよはいそうですよねすっごいなんかいろんなものが出てたイメージがありますね、うん、ゲーセンでビートマニアはすごいありましたねだから「パラノイアマックス」とか言うとちょっとテンション上がる人いるんじゃないかなこの辺がちょうど一番楽しくてずーっとやってましたねでもあの <laughs> 2つのコントローラーを1人で使ってやるプレーとかもあんので。と、はいうからそういうふうにして自分でやってる人とかがいてへ<ー>1一個の形態を1人でこうやってやるっていう人とかもうギャラリーがそうでも音ゲーでギャラリーがいっぱいいたのよはい、はい、盛り上がってた太鼓の達人もすっげえ上手い人とかすごい人ばかにあったでしょビー、ね、マリンの時はねよりそれがそうだったとくい軒目になってからは特にそうだったなあとはもう一緒にこれもまあ覚えてるでしょうし多分やったんじゃないダ、はい、ダンスダンンススレボリューションやりましたね これあとあのー、これ家庭用の方ーもありましたよねあったあったマットのやつねあれもやりましたあれもマンションの人困るよなそうなんですよ <laughs> あれも結構母親が怒る感じでこれ友達が一戸建てのやつがいてそいつの家にみんなで金出しちゃって買ったはい、はい、<laughs> お前んちならいけるっつって怒られないお前んち一階だしっつって <laughs> お前んちのテレビ一階だからお前んちでやろうってっ,て買っけでもこれあれなのよなんだっけ靴下履いてやるとめっちゃ滑って危なうなですそうなんです <laughs> 危険なんですよこれにも「パラライアワーワックス」っていう曲が入ってて僕すごい好きだったんだけどあれが、はい、あのなんかタタン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 タ,タンって最後のタタタンが右足か何かで後ろ向きのやつを3回キックするんだけど <laughs> そこがなかなか反応しなくてすげえ辛かった思い出とか <laughs> で念座寸前になったとか <laughs>。 キックしすぎるとかって <laughs> 運動ですよねスポーツですね。もう大技かけながらやってた。結構私ズルしてあのマットがあったら、うん、自分で乗らないで手でこれパッ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 パパンってやってました。もうそれとツイなんツイスターゲームにだね。<laughs> <laughs> それとかあとねなんだっけなどんなどんな遊び方したっけなこれそうだこの曲。 ダンスダンスレボリューションから、はい、あのいわゆるなんかあのもうこれあのネットラジオだから音楽口ずさめなくて申し訳ないんですけどいろんな曲を知った人もいて「バタフライ」とかこれでした人とか多分いると思うんのでよくテレビでいまだに聴く曲ですけど。はい そういううに音楽が割とこっから流行ったりとかやっぱ CD だとかもすげえ売れたりとかして音ゲーにとってはやっぱいい時代だったなとうんうん、うん、そうですダンスダンスレボリューションとかなんか普段ゲームをやらない層の人たちもやってたなっていうイメージがありますねそうそうそうこれはねミニスカートの子がやってる時にね見ちゃいけないと思いながらチラ見する自分がいたよね <laughs> <laughs> だぞ安本 <laughs> 他にもですねこれーマニシリーズはドラムマニアギターフリックス、うん、キーボードマニアなどがあり、うん、音楽に興味がなさそうな層からも支持されたとでこれがなんか特にいまだにつながってるのかなドラムマニアとギターフリックスであのセッションできたりとかもするし いいろろあったで僕ドラム,僕ドラムすやってるんで好きなんたけるんで、はい、ドラムマニアをやってるんでしょってよく言われるんですがあのですね自分が長くやり続けてるとハハイイットの位置とか全部自分用にカスタマイズででききななゃ無理なんですよ<ー>だからなんか「<laughs> あしっくりこねえ位置がしっくりこねえ」っつってんあんまりできなかったからあんまりやんなかったんですよねドラマには。意外にやってないとそう。ギターフリックスもボタンが基本3つで、はい、赤緑青かな。 で弾くところがあってなんかギ、まあ、僕一応バンド好きだったからちょっとハソに構えてちょ「そんなんでギターとかちょっと何言ってんの?」とか思ったんだけど <laughs> 実際にやってみると超むずくて「<laughs> なんで3つしかないのにこんなむずいの?」ってあ実際音楽やってる方でもかなり遊べるというか遊べゲームとしてやっぱ優れてるのよ <laughs> <ん>でやっぱそれでなんかあのこうなんスコアが流れてくる のがスピードをちょっと早まあいまだにゲームセンターでこの辺は盛り上がってるコンテンツですけど、はい、まあでももろもろは全て、ね、ゲーム機がやっぱプレイステーション以降どん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 できることが増えてって、まあ、全部家庭用に移植されていますよそうですよね、うん、まあこれは大きいものから家庭用に来たもの次はですね携帯ゲーム機、はい、ファイナルファンタジーあのシアトリズムファイナルファンタジーはですねはい、はい、携帯ゲーム機で出ますから携帯ゲーム機の音ゲーをいろいろ考えていったらいろいろありますけれども、はい、みんなが一番わかるのは 覚えてんのはリズム天国じゃねえかなとはいはい,はい、はい、これはもうレゲエって言っちゃダメですけどこれはもう新しいからそうですね未だにやってる人い,いますからねこれはですねすごいですね特に2006、ま、200年にゲームボーイアドバンスで普通のリズム天国が発売されましたが、はい、2008年にニンテンドー DS で発売されたほどのリズム天国ゴールドは音ゲーの売り上げ最高級あそうなんですかええ、うん だからどれだけやっぱりかあの携帯ゲーム機っていうものを普通,普通にみんなが持ち始めたかってことだよね。<あ>い<え>ハードがいかに普及してるかと。そうそうそうやっぱそれがその土壌があってこそうそういうふうになるわけだからプレステとかいろいろある中でも、はい、やっぱ携帯ゲーム機をみんなが持ってるっていうのがどん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 当たり前になってったんだなっちゅうことでもあるんじゃないかな。 でもリズム天国は若干作りがシュールで面白いし、ちょっとおしゃれだよね。そうですね、うん。なんか俺みたいなやつが出て,ていいのかなって思う。ね、<れ>そうなんですよ。結構リア充の子がやってたりするんですよね。<laughs> そうやー。そうなんです。よ許せ。そうなんですよ。俺たちでもやらせてくれ。<め> <laughs> 入ってくるなー。<laughs> お前らは出てけー。クソそ,そんなことないです、ね。<laughs> ゲームは我々は選びませんから。大丈夫ですよ。誰でも遊びますけど。まあそんな音ゲーですが、ついにですよ。僕はこれこういうのね欲しかったんですよ。やっぱり。 圧倒的なねキャラクターだったりとか音楽でも弾きがあるゲームがこういうのをやったらもっともっと面白いだろうなと思っていたんですが、はい、ついに来週2月16日に「シアトリズムファイナルファンタジー」が発売になるわけでございますよ、はい、おこ曲を使っているじゃないですか<ー>素晴らしい今、まあ、ねいろいろ音楽入っていますが、はい、まあビッグブリッジの人ねあのギ,ルギルガメッシ出戦です僕の大好きなギルガメッシュです <laughs> <laughs> ファイナルファンタジー6の決戦ボス曲曲であったりとかいいろろあります基本的にもファイナルファンタジーの楽曲がそそそうう FF の1からですねオープニングテーマ、あとはファイナルファンタジー2、反乱軍のテーマからこれ有名ですね、ファイナルファンタジー4の愛のテーマ、みんな大好き、ビッグブリッジの人、ファイナルファンタジー6の決戦であったり、ファイナルファンタジー7、これもセブン好きな人多いね。好きな人 肩欲の天使であったりとかあとエイトもテーマ全部あるはいでもって「ファイナルファンタジー1」から「13」の主人公クラスの全13キャラクターから4人を選んでパーティーを編成。これはいいですねだからあの なんですか、ね、もうオニオン剣士でも何もタマネギ犬種でもいいんですよああ絶対私選びますねそう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 いうふうに自分で好きなキャラはい、はい、しかもハワイへのキャラクターですねあれをチョイスして4人選んでパーティーを編成、はい、ステージクリアすると経験値やアイテムがゲットできるっていうところでちょっとロープレっぽいあのファイナルファンタジー的な要素もありつつキャラクターが成長したりアビリティを覚えたりもしますまた 音楽の波動リズポもステージクリアすることで溜まっていきそれによって新しいモードが解放されたり、はい、やればやるほど楽しめる要素が増えていきますとだからやり込み要素ってやつですね、うん、ただざっくりストレートクリアだけじゃなくて、うん、あの曲もっと自分なりにこういう風にやっていこうかなとかいうのがどん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 できるようになるとそしてアビリティやアイテムは各ステージに合わせての装備変更も可能へえー、かなりあの普通の単純な音ゲーというか。 FF 的な要素が結構楽しめるんですねそそそそう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 ,そうロープレっぽくなってると、はい、でもってまあファイナルファンタジーですからまあクリスタルと、はい、こういうねクリスタルのかけらというアイテムがあるわけでこいつを集めると「ファイナルファンタジー1」から「13」のサブキャラクターも登場しますとお<ー>でまあ僕の手元にまあ資料があるんですが行っていい範囲と言っちゃいけない範囲があるんですはい行っていい範囲から言うとまあ,まあ皆さん大好きなセフィロスがいらっしゃっておおきたー 僕的にちょっとやっぱり僕すごい天好きだったんでね優ナがいてみたりとかはい、はい、あとはもう懐かしいですね「セいラ姫コバーンスは」は、まあ、いろいろ姿形を変えていろいろ出てきますがどれだろうねどの指導なんだろうね指導をやってみたりとか <laughs> 多分ヒゲの方の指導でしょうけど。<laughs> ああととままリディアとか色々ますけどどどどサブキャラクターもどんどんどん,どん足っていうのと全部コンプリートするっていう楽しみもあったりするんじゃないかなということでまあやり込み要素も満載なえこのゲームですが「はいはい、ファイナルファンタジーの世界観で音ゲーがやれる」これってなんかありそうでなかったし、ね、しかもそれがあの入り口としてあのめっちゃむずい音ゲーってあるじゃないですかはいはいめっちゃむずいじゃないですかそうなんですよ音ゲー私音ゲー基本的に苦手なんですよ、うん、なんでちょっと 敷居が高いといとうか気軽にできないやつだと買ってもなーって思っちゃうところがあるんですよね。 あの年齢層とかねやっぱり 3DS っていうのはねやっぱ若い子たちがいっぱい持ってるわけですけども、はい、その子たちがやっぱ入り口として難しかったらた困っちゃうじゃないですか優しいですわスクエニックスちゃんとスタートは楽に、はい、楽にっていうか優しくユーザーフレンドリーにやってってやり込みたい人のためにはどん,どん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 自分で難易度を上げていくみたいなことができるっていうふうになってるんで全然簡単にできますよあよかった、うん、これはですね現在あの体験版こいつが出ていますので、はい、皆さんやってみてくださいでこれ体験版の第2弾が2月の1日に 出てるはずなので、はいえー、そっちらの方もやってあの新しい曲とかもちょっと実際問題触れてみてください任天堂 t e ー3 d s 用ソフト「シアトリズムファイナルファンタジー」は2月16日木曜日発売です希望小売価格は税込6090円ですぜひシアトリズムファイナルファンタジーをプレイしてみてくださいこれは僕もやる さあすけえりちゃんですようんとですね先ほどあの音ゲーの話をしたのでちょっと今回は音にまつわるこのゲーコーナーをやってみようかなと思いますモンスターになろう正直俺はあんまりやりたくないでいついに来たかこ,このコーナーついに来たーなかこ<う>いっぱいやってる気でいったけど、はい、やったことなかった一回もやってないんですよ <laughs> 一回も ちちょいちょいい泣いてるじゃん泣いてるんですけど <laughs> やらしてもらえないもんですから私もこのコーナー潰れたのかなって思ってました <laughs> よかったメール来てました本当 <laughs> 来てたね <laughs> じゃあこれって、はい、まあ一応モンスターの鳴き声の一応専門家といってもいい池田さんがいらっしゃるわけで、はい、僕なりに「 やってみてみそれに対してあの池田さんがいろいろ意見を言う感じでいいですか意見をそれでその後にあのに人でまたやりましょうウ嘘。<laughs> <laughs> そんなにやりたくないよ俺は <laughs> <laughs> まあいいやとりあえずまあ、ね、よかったねメール結構思ったよりメベルたまってます、はい、ありがとうございますあの全部見させていただきましたじゃあとりあえずじゃあ今日はこれいきますねはいえと変形する家さんからですね踊る宝石の鳴き声いきますシシャラシャララ ジャラ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 うひょひょって書いてある <laughs> これ今僕なりにあの踊る宝石の絵をイメージすると、はい、結構近い,いいとこ行けたんじゃないかなと思うんですけどどうですか今の僕あれあの安本さん、はい、ドラッグ絵とかやったことない感じいやめっちゃやってますから<あ>何ですでああ, <laughs> あれあじゃあ 踊る宝石に会ったことなく。ええー、待って、待,待,待,待って、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 めっちゃ倒してますよ。結構なゴールドを彼落としてくれるんで。<laughs> あれ?おかしいね。え、違いますか?。合ってるはず。ですけどもうちょっとですね、<俺>あのーはい、躍動感が欲しいと言いますか。マジっすか。 自分だりり結構あの…ふく袋にはまったものがこう…グニュグニュグニグニって動いて最後に高カ笑いするっていうイメージだったんですけどょもーちょっとなんかあの…踊ってるイメージでやってみましょうああまだ足んなかったっすかもう一回やんのもうちょっとやると見本見してくれよじゃあよ。もーちゃんあの…リズミカルに…はい、いきますよジャラ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 うわかきゃーあれ <laughs> 水が…水が飛び出そうにったこれあの…あの 今あ今一んしかやらなかったですけど、はい、あの何回も繰り返すイメージで繰り返すイメージで,、はい、でちなみにあのなんですかね今僕が一番面白かったのはあなたの動きと顔ですよ <laughs> <laughs> ラジオなのになのもったいないぐらいよそいきに <laughs> よそに出してはいけない顔してて君今 <laughs> ちょっと,ょっと体と、ね、一緒に動かないとと思って、うん、アイドルとしてしちゃいかん顔してたよ <laughs> <laughs> それは、言わないでくださいあの,あ,のあの、多分君が出した DVD D に入ってないであろう顔していたよ <laughs> あ、あれ、あれはあの、建前、建前,建前、建前、前だあれは、まやかしです、あれは <laughs> <laughs> え、ちえもう,もう一回やるのあ,あの、じゃあちょっと、ちょっと分かりづらいです回繰り返してみましょうか、これつらいよーつら <laughs> <laughs> いよーいあの、私たち一緒にやりますけどあの、はい、ぴったり合わなくても大丈夫なんであそれあとりあえず騒いでる感が欲しいす騒いでる感があると、はい、あの

すごい見えました私今これ今俺変な汗出てるこロラジオ大丈夫見えましたすごい今ハイパードスベリラジオでなってない <laughs> 大丈夫これ <laughs> すごい良かったと思いますよ<僕>これ。あの中滑りぐらいまでは僕の芸風だと思ってるんですけど今はド滑りじゃねえから大丈夫かな。<laughs> 変な汗すごいす。これもしかしたら公式行っちゃうんじゃないですか？とねうん今クライアントが全員なんか苦い顔してるよ。本当 <laughs> ね俺もね大剣のハートの強さー手に入れたいと思う。これは良かったですよ。そうか <laughs> じゃあもう一個行こう。はい。こっち側ねちょっと俺僕の得意分野と言ってもいいんじゃないかし、はい、ら。 僕はよくねあの化け物とかモンスターとかね、はい、そういう子もよくやるので、はい、声優としてねこれだと僕いけると思います、えー、ライトニングスさんからもらいましたありがとうございます「ベヒモス」活字はね活字先に言うね「グルルルルガフガフブオンブオン犬になったみたいな気もしますがいかがでしょう」って書いてあります、ね、は,いは,いは,いはい。はい、今のぐるるる「グルルルルガフガフブオンブオン」を僕なりにベヒモスの,あの、はい、大きい姿を思い浮かべてやってみたいと思います、はい、いきます

すごいですねあのね想像だけで、ね、想像でちょっとやっていたんですけど今のはどうでしたかこれはよかったと思います,マジですかはい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 ではあ90点台は越しましたんだけどもどうですかね今あれでしょ俺大家の心の中読むと俺がガチでやったことだから困ってるっと思ってどうしよう で,でもまあ一応大樹先生あの鳴き声のねやっぱ専門家としては多分僕100点じゃないには何かが足りなかったんだと思うんですよその足りないのを教えて頂いてはちょっと大さ先やってもらっていいですかねじゃあ1回ちょっと私の思う感じもそれ3回繰り返さなくていいですかそれ1回でいいですかこれちょっとこれ2回ですかね <laughs> 3回はちょっと多いと思うんですね 2>, <laughs> 2回いきましょうわかし分かりましたお願いします <laughs> じゃあちょっと私の思う感じー ですね。あのなんつうですかね。顔がもうこの言葉使いたくないんですけど言いますね。変態の顔をしましたよ。目ひむいてなんかあの顔は見ないでください。顔はもう一回言いますけど出たばかりのあの D V D に入ってないであろう顔。あのあれはマヤカシなもので大丈夫。あっちがマヤカシで今の顔が本物なの？どうなのそれ？どうこれコーナー成立してるのかな？いいんです。あのこれは本当にこのコーナーは あのモンスターの泣き声を想像して、はい、実際にやってただただただ楽しもうっていう番組なんで番組じゃないですコーナーですねまあでも僕ベヒモンス楽しいですよ僕あの化け物のやるの結構嫌いじゃないんでねじゃあこ,これも合わせてみますか 一緒にやんの。はい、あれそうですよ。最終着地点そこですからこのみんなでやろうっていう。じゃあリスナーも家で今から一緒にやるの。一緒に合わせて。本当通勤中の人とかやんないとかさ、で電車の中でやったら捕まっちゃいますかね。多分顔が変態でありますから。これも二回繰り返しましょう。わかりました。じゃあ行きますわ。せーの。 <triks> Hæ? Huh? 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 ちょっと安房さん二 <laughs> 回って言ったじゃないですか。あまりにも唾液の顔がちょっと,ょっとあのシャメ撮りたいぐらいの顔してる。顔は見ないでください。衝撃的な。は衝撃的な。リスナーの皆さん見えてないから大丈夫です。百年の恋が冷めそうな顔してる <laughs>。あれ恋なさってる <laughs>。じゃあ俺じゃないよ。今形容な。<laughs> あれ。<laughs> 大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。なんだそれ。<laughs> この子のもしやる気が、ね、あるんだったら<や>自分でちょっとメールアドレスとか言ってみてや,、ね、やる気がないんだったらメールアドレス読まなくていいからいやもうこれは鉄板の企画として、ね、この後も続けていきたいのでじゃあメール読んでくださいじゃあ、はい、ぜひぜひ本当に何でも OK なので活字でも音声でも何でも OK ですのでお待ちしてます音声音声,音声ファイルでもいいですよ <laughs> はいということで宛先ですメールアドレスは <laughs> se-chan.oncem.ag SE アンダーバー CHAN アットマーク ONSEN.AG です続いては、えー、癒されるといいですねちょっと僕今疲れちゃったんで <laughs> <laughs> どうでしょう大丈夫かな今週は2週、えー、のコーナーですスクエアエニックスチャンネルなんかもういろいろ疲れましたけど次はこちらのコーナーです 明日は私の誕生日。西アスカの明日はどっちだ？あれ？二月十日生まれなの？はい。ニートの日です。<laughs> <laughs> ああ、よ良かったね。はい。うん、ありがとうございます。誕生日だったんだね。はい。ええー、うーん。なんでおめでとう。<laughs> <laughs> 違うよ。<laughs> 何ですか？自分で言うか。えじゃあ事前に言っとけばよかった。<laughs> 事前にじゃなくてちゃんとあの把握してる人もいるわけですよ。<ー>きっとね。そ,っかそうそうそう。でもまあ自分で言うのがにしっぽいからいいと思いますよ。<laughs> <laughs> はい、新時代、西明日香が明日誕生日を迎えます。誕生日ということは、まあ、成長ということですね。このコーナーは西明日香が人として成長するために、さまざまな苦難を乗り越えていくという生の R. P. G. でございます。はい。さあ、これが俺たちからのお前の誕生日プレゼントだ。おめでとう。ありがとうございます。このコーナーがあるということがプレゼントだ。ああ、ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。さあ、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 いろいろやってみますが。前回。リスナーからのアイディアで。 ファイナルファンタジーの人気キャラモーグリを表現したキャラ弁を作ってくることになった西種ですがはいちゃんとできましたかできましたお<う>、お<う>ちゃんとできました <laughs> ちなみに<変>制作時間はどれくらい、はい、制作時間はですねえっ、ー、と昨日の夜に下ごしらえっていうんですか、うん、やって、うん、今日の朝作ったんで、うん、あ普通のお弁当っぽいねおそうなんですよでもなんかいろいろあのノリで目を 切ったりとかっていう普通のお弁当があまりそうキャラ弁っぽいことをしてましたね楽しかった楽しかったです実際俺もお弁当作ったことはまああるけれども、はい、キャラ弁はないんだよねあ私もあのお弁当自体が初めてでしたまずなんか割とそれ大事なんじゃねーよここで使っていい <laughs>

またいじりづらい感じじゃないか。え可愛い,いんですよ普通に、ね。できちゃってんだよ。そうなんですよ。<laughs> そう百点目指したんですよ私は。あ百点目指したんだ。確かに百点ではないけども。え？嘘。うっそっでもね。でもね鼻の形とかもねあのこれカニカマかな？カニカマです。うん、カニカマって臭いですね。か <laughs> だから臭い言うな。臭いダメだから。<laughs> はい。でまあこれはまあリボンみたいなところは半分でやっ。 で頭にこうプチとマタが乗ってんのかな。そうです。で目はでもこれ目の形ってがしっかりしてねちゃんと。はい目は糊で作りました。ピンクのやつは例のあれだね。はいピンクの何でしたっけあの桜でででででで全部です。それ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 です。あとはこれは周りにいるこのソーセージさんは何かな。これはあの猫です。猫？はこれは猫です。 <え> <laughs> いやなんかモーグリだけじゃ寂しいなと思ったんで猫あのねちゃんと耳をつける感じの細工をしてあってねすすごいですよちゃんとしてるんだけどんあ<ー>これ何に見えるだけ。台形これ猫ですよねこれ,これははにわああいい線いってるいい線いってる俺もそっち系だと思ったウソいやでも猫ですよめっちゃうまね。 100人に見せたとかいうレベルじゃなくて2億人に見せて一人も猫って言わないと思う,ようそーちょっと待ってくださいこ猫3匹いるんですけど、うん、なんかどれか1匹はコアラに見えるんですけどそれ以外は猫だと思います<え>私はお、まあ、いじりずれよいじりずれよだってど大丈夫お前の中での猫どっちかってったらモーグリの方が猫に近い顔だよあ本当だうー <laughs>

傷つくわ待って私これそうですよそうです,うです <laughs> 安本さんは食べるって話だったでしょ,ょっなんでさ切れすぎなのなんで私がなにこれ二人とも食べてよじゃあ <laughs> まあそうなるよねでも使ってるものは特にそのぶっ飛んだものは使っていないから結構安全な感じはしますねだからここで「あのやべえ食べづらいはこういうの使うなよ」っていうものもないじゃんそうですだから多分ね食べれちゃうと思う普通にしれっとだからいいかなっていうえっでもちょっとこれツンツンしていいですかあのね米がねすごい硬いんですよほんとだ本当だこれなんか最ごお箸でツンツンってねやっちゃいけないけどやったらパシパシってなってる パシ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 ってなってるこれ最初にご飯詰めちゃったんでカチカチになっちゃってそうですかそれじゃあ僕がカチカチの米をそうですじゃあモーグリせっかくだからいただきたいと思いますはい出しましたモーグリじゃねーおいしおいしいモーグリうまいちょっと待って今食べてるのはだしましたと思うでしょモーグリ食べてくださいよカチカチのモーグリ食べてくださいだしましたでもだしまったのが普通にうまいおいしいでしょうこれはお母さんに行きのそうなんだあのね モーグリに箸がね刺さらないですから。通らない。ぶっ刺さないとダメですね。あのこう品のいい感じで押して切る感じ無理です。無理ですね。ぶっ刺してうんってやんなくらい。そうそう。箸が割れそうですもんね。硬いですね。めっちゃ硬いですね。僕の握力今相当いんで。本当だ。モーグリさん。えでもきっと味は美味しいと思います。なんか塩かけました。あおにぎりっぽくなってんだね。はい。めっちゃぎゅうぎゅうにしました。うんすごい詰まってる感がたまらない。 うん、米です。あははは麦麦入ってます麦。あ麦はい麦ご飯です。今流行りの。あのね、なんていうのかな。なんですか。うん、美味しいです。あありがとうございます。なんなんかねいじりづらい。あの李氏の必殺技でまたあのできちゃってるやつ。なんだかんだできちゃってる。お前できちゃうんだよな。できちゃうんだわ。意外と。できないできない。 感覚で始めたらやつができちゃうんだよないきなり <laughs> 風なだけでできちゃう,ゃん,できちゃうんだよな中途半端なんだわ <laughs> 自分でえかわいそうになっちゃうからやめなさい <laughs> それ昨日の残りですなんだから <laughs> <laughs> わからにさら昨日の残りです <laughs> <嘘> <laughs> これでいいやって入れちゃったんだそうそうです,そうですスペースが余ったわあのー、これはですねはい うーんとねまあモーグリっちゃモーグリしかもぱっと見で、はい、モーグリを知ってる人だったら多分モーグリって言えるレベルのやつ、ね、なんですよ嬉しいだからね、はい、うーんとねーうーんーもう一声82点かな <laughs> もう一声83点かなあ <laughs> 上がった,上が,った上がるもんだあのねな,なんだろうできちゃいすぎた え、できたいすぎたら、百点でいいじゃないですか。百点にするには、モーグリの顔だけじゃなくて、多分体とか、うん、あの尻尾の部分とかの表現まで。してある何かしらが、うん、何かしらのサムシングがあれば。<laughs> よかったんだけど。そかこれはね。先言ってくれれば。言っちゃったら、ダメじゃない <laughs> そこをやるのが、このコーナーじゃない。<laughs> ね、確かに。そうだわ。<laughs> でもね、できちゃいました。これは、合格ですよ、はい。ありがとうございます。<ー>素晴らしい。素晴らしい。 星もねあの三つ判定でいうところの属牛1.5ってやつでさ真ん中です。真ん中真ん中です。嘘。星三つではないですけど一つでもないです。1.5です。真ん中です。やだ。やじゃないよしょうがないだろ。理由は今さんざん述べただろう。でかく作ってから。だから認めてるしできてるって言ってるじゃん。 なんかあの本当にうえうえってなるぐらいなんかすごいもうチョークとか入ってるとか <laughs> <laughs> それぐらいぶっ飛んでるかなと思ったらできてるんだほっぺ電波じゃなくてチョークで塗りましたぐらいのでもあそ,っか <laughs> それぐらいのひどいことをするかなと思ったらで,できちゃって次からじゃあ,あもういいから。<laughs> 大丈夫だもういいんだ。次からあのハイよりハイレベルな方に行っていただければと思います。まあこの西野作ったモグリ弁当ですね。これはさっき撮ったんでしょもう。そうです。あのおまけ動画としてアップしておりますんで、あのぜひ皆さん見てくれたら嬉しいです。多分ね僕と同じリアクションみんなする。なんかああみたいな。じゃ今回はこれでいいですよ。はい。じゃまた次回これからで頑張って成長するための、はつをみんなで考えましょう。ということで西野のお題をお待ちしています。はい。 メールアドレスは SE「SEUNDERBARCHAN」「ONSEN」「DOTAG」です。繰り返します SE ススククエエアエニックスかからららのお知らせですまずはゲーム情報から今回の放送でも紹介したシアトリズムファイナルファンタジーの無料体験版が現在配信中ですまだこの新しい音楽ゲームを体験していない人はぜひ体験版で遊んでみてください詳しくは公式サイトをチェックしてくださいそしてゲームの発売は2月16日もうすぐです体験版を遊びながら発売日を待ちましょうはいこちらもファイナルファンタジー関連 仲間のために戦う RPG、ファイナルファンタジーのモバイル向けソーシャルゲーム、ファイナルファンタジーブリゲイド、モバゲーにて正式サービスが開始されています。ファイナルファンタジーブリゲイドは、仲間と共にファイナルファンタジーシリーズの世界をシンプルなゲーム進行で体験できるソーシャルゲームです。これは、あの、みんなと本当にあの、誰と誰と戦うとかじゃなくて、うんま そういう要素もあるにはあるんだけれども基本的には人と協力していろんなことをしていくっていう感じですねそういうゲームでございます、えー、こちらは現在フィーチャーフォンとスマートフォンで遊ぶことができますスクエニの公式サイトをチェックしてみてくださいね最後はアニメ情報です「犬 b o x s e e c r e t s a 男子高校生の日常「リンネのラグランジェ」「ギルティークラウン」が好評放送中です詳しい放送情報はアニメ公式サイトをご確認ください以上スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした クエアエニックスチャンネル。はい、スクエアエニックスチャンネル第十九回目の配信、そろそろエンディングでございます。はい、今回の感想は、まあなんですかね、レゲエの話をね自分で。 忘れていたこととかもあるんですよやっぱり音ゲーでも自分が認識してなかったやつとか、はい、そういうとこが思い出せて面白かったなと思いましたしそのあの,なん,かのなんかあのいっぱい声出させられるすごい良かったですね <laughs> あれなくなっちゃいと思いましたてできましたけどいや続きますよこれ<あ>この後メールばんばん来ちゃうんじゃないですかね正直言って本当ね もう一回なくなっちまいと思います続きますて引き続きやりますのでメール募集してますあと西のもぐり弁はちゃんともぐり弁でした<ー>でしたっていう感想ですあした。あありがとうでしたっていう感想です、うん、ただそれだけ <laughs> <laughs> ではまあいろいろこれからも西は頑張ってやっていきますのでそちらの方にもメールの方をください番組では皆さんからのメールをお待ちしていますコーナーもたくさんありますメールアドレスは se chan at mark onsen .ag se chan at mark onsen .ag です。たくさんのメールお待ちしています。というわけで今回はここまで。次回の配信は2月16日あれですねシーアドリズムの発売日でございます。はい、この番組でもおなじみスクエニの宣伝担当大富士さんが登場<お>大。大富士さんはあの古いゲーム大好きということで<お>僕この間あの問わるところでお会いしたんですけども、はい、あのレギュラーの顔を出してくださいよって自分で言ってました。 フーフルーゲーム大好きとのことなので一緒にレゲエの話とかもちょっとしていこうかなと思います,す、はい、そしてファイナルファンタジー132こっちやっぱね大藤さんといえば、はい、132でございますよ西もご迷惑おかけしましたが <laughs> 132の追加情報などもありますよ <laughs> ということでお楽しみにそんなわけでここまでのお相手はーパーソナリティは安本浩樹でしたそれでは皆さん次回の「すくえにちゃん」まで <laughs> さよならちゃーん <laughs> この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。